ウェーブステーションはかつてコルグが製造・販売したシンセサイザーの型番、商品名である。デジタルサンプリングされた PCM 方式の基本波形を連結して新しい原音波形を作り出す音源方式ベクトルシンセシス機能を持っており、コルグでは AV シンセシスシステムと呼んでいる。シーケンシャルサーキットのプロフェット VS を開発した。 スタッフの一部が開発スタッフに参加しており、またシーケンシャルサーキットの創業者であるは、同期の開発にアドバイザーとして参加している。多数の波形データのほとんどは極端に短く、それらをそのまま押しデータに使用することはもちろん可能だが、その他にそれを最大32個つなぎ合わせることで一つの新たな波形とみなし、それを押しデータに使用することが可能である。 個々のステップは音階、音量、発音時間、クロスフェード時間の4つが設定可能で、さらにループ開始ステップ、終了ステップループ回数を設定することによって、まるで新たに想像した1つの波形のように発音することが可能である。これが本機の最大の特徴であるウェーブシーケンス機能である。なお、ステップの発音時間及びクロスフェード時間は、 外部ミディ機器のミディクロックに準じることが可能である。このウェーブシーケンス、または通常の波形を最大4つレイヤーにすることができ、またその4つの音量のミックス比をキーオンキーをフループ開始、ループ終了の各ポイントごとに設定が可能で、これにさらにデジタルフィルターによる音色変化やデジタルアンプによる音量変化やエレフォなどを加えたものがパッチである。 そして最大で8つのパッチをレイヤーにしてデジタルエフェクターを設定したものがパフォーマンスであり演奏中はこのパフォーマンス単位でのミネイロを選択するパッチやウェーブシーケンスの演奏モードというものは存在しないまたパフォーマンスでは本機に備わっているジョイスティックを用いて各パッチ内の個々の波形の音量のミックス比をリアルタイムに手動変化させることが可能である フィルターでは不可能な音色変化やリズミックなフレーズまで作成できる PCM 方式のウェーブシーケンスをワンフィンガーで表現できる機能は非常に個性的でこのようなウェーブシーケンスやベクトルシンセシスを用いた複雑な音作りが楽しめる本シリーズはマニアや専門誌から絶賛を受けたが初心者にはその複雑な音作りゆえにハードルが高かった。また シンセサウンドの波形は高品質で充実していたが、反対に生楽器の波形はそのマルチサンプリングの個数が、M シリーズおよび T シリーズと比べ少なく、故に生楽器系の音に向いたシンセサイザーではなかった。ウェーブステーションシリーズは全て生産完了しているが、2008年まで生産販売していたオアシスやその後継機である、クロノス。 パーソナルコンピュータ向けのエミュレーションソフトウェア、コルグレガシーコレクション、その iOS 版とも言える、イウェーバステーションにこの AV シンセシスシステムは移植されている。ウェーブステーションウェーブステーション A、D ウェーブステーション SR レガシーコレクション、ウェーブステーション、ありがとうございます。